はい、ということで、こんにちは、こんばんは、そうからでございます。ということで、今回はですね、こちら BO3 やっていくんですけど、今回はスマートフォンで CODBO3 という企画で今回やっていきたいと思います。さあ、皆さんも見ているとね、画面にはスマートフォンがあり、そこに BO3 があるかと思います。さあさあさあ、ということで、今回そんな感じでね、やっていきましょう。ということで、味方かっこいいぞ、大丈夫？かましていく、いいっすね。ということで、リスイッチ多分逆になったな。さあ、スマートフォンで BO3 やるとこんな感じになってるんじゃないかということで、実際はね、できませんっていうか、やってません。はい、そこだけね、ご了承くださいませ。かましていく、いいっすね。さあ、YouTuber、ピオ吉だと。なるほど。こいつも実況者さんか。こいつって言ったらあかんな。まだ会ったこともねえのに、かましていく。いけない？ちょっと待って。一旦避難からの、うわお！前回はね、DS やってたんですけど、なかなかの好評だったんで、そしたらね、スマートフォンで、やったバージョンみたいな、バージョンも見たみたいです、見てみたいですってね、来たんで、今回こんな感じで、後ろ来ている、なんかね、謎のリアル第六感が働いたなと思った瞬間にかまされるっていう。なんだろう、おっと、待て。実況やってるんかな、今。僕もちょっと、ピオキチさんの動画出たいんだけど、あとは YouTube で調べようかな、ピオキチさんっていう人。皆さん知ってます？僕だけから知らないの。どうなんだろう、どういう規模の、実況者さんなのかが分かんないんだけど、おっこしょ、たまにここ落ちるんだよ。危ない。で、来ているね、多分これ。こっち。いるね、かましていく。オッケー、いいっすね。さあ、中央多分いるぞ、これ。さあ、味方ちょっと固まりすぎるとあかん。多分来る、ここ。1枚。そして、からのもう1枚来るよ。いるね、いますね、かましていく。いいっすね、ピョキチ。そして、からの、ちょ待てよ。かましていく。いいっすね。多分来る、ここの向こうに。いや、ファイヤー、オッケー、ワンカットからのリロード挟んで、びっくり、ちょ待って、かましていく、いいっすね。さあ、ここ来る、うわー、ほんまに、さあ、行きましょう、からの、ウォーマシン姉ちゃんを停止していく、危ない。さあ、ここでね、一回体力を回復させの、多分これ右側いるんだぞ、味方頼むぜ、1枚行ってくれ、お前行ってくれ、おっと、なんで後ろ来てんの？何、どっから来てる？え、何、今の、レイスじゃねえよな。何？ちょっとびっくりなんだけど。バーって撃たれたの。ちょっとびっくりすぎるんですけど、かましていきたい。クソ、いいも働かせていく。そしてからの、また来る。かーさあ、中央にね、中央に集まり気味なんですよ、こいつら。さあ、顔出すんじゃないか、ここから。かましていきたい。ちょっと待って。走ってくる。絶対走ってくる、これ。お、なんだお前。なんで気づかなかったし、今。謎。さあ、しっかりと、これ、端っこの方からっていうかね、横っちょの方から中央に入っていきたいところなんですけど、いるね、あそこ。かましていきたい。オッケー、ワンカット。かな、ちょっと見てみましょうか。味方さん、後ろ引いてっちゃったもんで、多分ここから頭出す。どうでしょうか。うん、いるね。さあさあさあ、まあまあ、敵さんも多分僕、あそこから頭出すって読んでると思うから、まさかのこっちからこんにちはしましょう。おー、よこいしょーっと。でもって、なんでそこいるんだよ。おっと、かましていくけど、ちょ、待て、なんだこの空中ショットじゃねえよ。落ちてってまったやんけ、そのまんま。テンペスパイセン、いいっすね。そして、おからこっち見てみましょう。おっと、多分これ右曲がったとこにいると思うんですよ、ここ。ファイヤー！オッケー！からのワンカット。そしてからのヒューと入ってって、こっち。かましていく。オッケー、いいっすね。そして、リローディング挟んで、ピオキッツさんいないね。ちょっと、YouTuber ピオキッツさん、ちょっと同じね。実況者としてすごく親近感があるんですけど、ピオキッツさん。ピオキッツさんどこ行っちゃったかな？姿見えないんだけど。出てないよね、部屋。じゃあこっち多分ってか、絶対来るこれ。絶対こっち来るやろ。なんか投げてきたし。いますね、かましていく、からの、かまして一体。HCXE おる。やばい、追いかけてくるんかい、お前それ。追いかけてくるんかい、しつこいな。ってことで、皆さんどんな感じでしょうか？多分スマートフォンで今やってると思うんですけど、びっくり。そんなとこ仕掛けてあるのかい。ちょ、さあ、それはあかんわ。ここはね、微妙に有利取れるんじゃないか？おっと、味方どんどん上がってくれる？からの、ここかましていく。そしてからの、こっちも、味方はナイス。おっと、なんなん今の。リンゴだったな。まさかの LMG。ちょっとこっちから姿見えんかったからさ。こんにちはーす。じゃあ、中央入ってきましょうか。いるね。います、いますねからの、何そのプレイ。ちょっと現実を受け入れられない岡原ここにありって感じなんですけど、何そのプレイ。汚すぎじゃねえか。おっと、待て。それ、お前、そこ好きやな、中央。成績やばいやん、今回。ボロボロだぞ。もうちょっといい成績取りたかったんだけど、もう中央、半端ねえな。うわぁ、そこ来るのは知らねえよ。いや、マジか。やらしいとこ来るな、ほんとに。やらしいとこついてくるな。おい、ちょ待って、リスイッチこっちや。かましていく、オッケー。かまろう、からの、おっと、テンペスト、びっくりするだろ、お前。味方のテンペストな、オッケー。
からかましていきたい。かます、オッケー。うわ、後ろ来ている。味方、カバー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 はできない、できない模様。よこいしょーっと、なんかセントリーガン出てるじゃん。よこいしょっと、グレネード1個投げとくけど、ここで負けていく。92対100っていうことで、ラスキルコマンド見ていきましょう。はぁ、いろいろとなんか、いろいろと納得いかんところが多かったですね。さあ、ラスキルカメラはこちら、VMP ロングパレル、グリップにクイックストックをつけた、いいカスタムですね。はい、そこに大抵僕、リフレックスサイトをつけるんですけど、ロングバレルはつけないかな、大抵。ってことで、今回成績性能ドンっていう感じで、21キル15です。切るのが 1.4 ですね。はい、ということで、敵さんの1位、2位がなかなか厄介でしたね。ピオキッツさんは、お、ピオキッツさん大丈夫か？大丈夫か？これ動画化できねえぞ。成績的に大丈夫か？ということで、今回はこんな感じで、スマートフォンでやったらこんな感じになるかなみたいな感じでね、やってまいりました。ってことでね、ご視聴最後までありがとうございました。以上、おかえりした。おかずまたね。バイバイ。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画はこちら。そして、ね、あなたにおすすめの動画はこちらにございますので、ぜひぜひご覧くださいませ。で、こちらからもチャンネル登録ができますので、ぜひぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。以上、お会いした岡おつ、またね。バイバイ。